はい、どうも、こんにちは。今回またデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。で、前回は、コナーがついにアンドロイドを作った人、アンドロイドを作った人とご対面して、まあ、ちょっとね、また変異体についてちょっとなんかこう、コナー自身のね、コナーが変異体かもしれないなっていう、コナーは変異体なんだなっていうことを再確認して、で、今からやるんだけど、このマーカスがね、結構またでかいことやるってとこだから、それじゃあ、やっていくわ。まずアンドロイドをガンガン回収していくわ 仲間に加えた方がいいみたいだから、行くぞ。自由だ。行くぞ、みんな。俺たちは仲間だ。これ全員取れば多分結構。頼む、道を封鎖したいんだ。ああ、そういうことなんだ。ん？何？待って待って、俺まだ集めてないって仲間。ああ、出てきた、出てきた。行くぞ、お前も。君は自由だ。ンドロイドさらにマンホールの蓋を開ける。どこに行くつもりだ？いいから戻ってくる。いや、説得なんていらない、別に。変異させられないの、ここ。おい、やめろ。今まずくね、ブッブー言ったけど、ブッブー。ブッブー言った、ブッブー。こいつらアンドロイドじゃ、あ、加わってるやつか。どこマンホールの蓋って。あ、これか。さあ、起きて。起きて。寝てんじゃない、いつまでも。あ、これか、蓋って。で、まだいそうじゃない？これ。これ向こう岸いいんじゃないの？向こう岸。あ、赤信号だ。あ、蓋開けないといけないみたいだ。じゃあ開けるか。行くぞみんな。多分これ全部集めたから。何すんの？開けて何すんの？でも。マーカス？何すんの？開けて。あ、仲間が来てるんだ、いっぱい。あ、そういうことか。さらにアンドロイド変異させる。行かせてもらっていいですか。じゃあ、この距離行けんの？お前この距離行けんの？すげえな。さあ、起きるんだ。え、すご。お前この距離行けんの？え この距離行けるのはすごいな。まだあったよね。あれ、瓦じゃない？おい。なんか増えてる、めっちゃ増えてるわ。はあ。はあ、はあ、おい、みんな、みんな行くぞ、みんな、みんな行こうぜ。やめようぜ、なんか、すごいね、計画から実行が早いよね、マーカス。あ、楽だ、操作が。もう長押しじゃねえもん。おい、アンドレのみんな、行くぞ。この街を変えるんだ。みんな。行くぞ、みんな。みんな行くぞ。あれだ、カメラアングル自動だ。あ、勝手に歩いてる。あ、歩いてなかったわ。あ、映るよ。ある程度、ある程度変えれるわ。ん？あー、アングル持ってきた。
他なんか取り逃しないかな、それが怖いんだけど。あ、あった、危ない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 、来い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 、お前お前の来い、早く解散しろ、お前お前も来い、今すぐに解散するんだ。あ、警察いんのか、これは命令だぞ。俺は進め、やっぱ更新しないと、やっぱこれ、これ手を挙げたら意味ないもん。おい、嘘だろ、何なんだ。これどうなんの。まあマーカス死んだらやり直すけど、まあマーカス死んだらやり直すだけなんだけど、やっぱ秒弾の権利、秒弾の権利を、そう、通りを更新してる、アンドロイドに自由を、知らないです、あいつ取りたい、あいつ取りたい、あいつ取りたいんだって。奴隷制終わり、奴隷制は終わり、解放しろ、我々は生きている、我々は生きている、我々も生命だ。同じこと言ってんだよな、あ、生きている、平等な権利を、平等な権利を、アンドロイドに自由を、アンドロイドに自由を、自由が欲しい。あ、なんだところ、おい、やばいやばい、振動がすげえ。これ怖いって、ガチじゃん、だってもう相手も、いや、これまた選択肢重いぞ、これ多分。これはあくまでも平和的なデモだ。そうだ、人間よ、我々は生きている、我々は生きている、我々の望みは自由に生きること、生きることだ。これは違法な集会だ、今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。そうだ、あなた方を、ああ、傷つけるつもりもない、つもりはない、だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。あ、もうそんなに、そんなに急ぎじゃなくない。これは違法な集会に当たる。もうやめてよ、危険じゃないって証明しないと、たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。死んだって解決にはならない。ちょ、やめてよ、もうみんなの手遅れになる前に逃げるんだ。これ3人の意見出てくるってこと、俺もしかして。これが最後の警告だ、解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。うわ、待って待って待って、解散、うちら撃たないでくれ、解散する。解散した、こんなの人間が悪いよ。逃げろ逃げろ逃げろ、マーカス、マーカスだけ食らうな、マーカスだけ食らわなければ大丈夫、マーカスだけ死ぬな、マーカスだけ死ななければ。もうみんなの妖怪下がんじゃん、もうやめてよ。サイモンは上がるんだ、まあ逃げろっつったもんな、サイモンは。あ、大丈夫？マーカス逃げようぜ、マーカス。やっぱそうなるって。これ何が正解なの？何が正解なの？これ、だって攻撃してもさ、勝てる、な、勝てなくない？女のだって攻撃しても勝てないってや、絶対。あんだけ武装勢力でさ、数が多いっつってもさ、あんな、微妙に距離あったしね。いや、お前らが銃搭載してるならいいけど、微妙に距離あったしさ。で、あ、なんだあれ。あ、警官が発砲する。逃げる。攻撃する。動かない。あ、でもこれ関係なくないこれ。あ、あ、ここから分岐なんだ。ここから分岐じゃん。てか、ここあんま関係ないじゃん。ここ。ここから分岐じゃん。へぇー。自分を犠牲、自分を犠牲なんかしたくないよ。ゲームオーバーになりたくないもん。攻撃か、攻撃もできたんだ。よっても、これ多分ね、どれか1個は死ぬ。で、なんならどれか2個は死ぬと思う。多分。あ、
逃げたの 24% だ。いや、難しいよ。あ、動かない61%だ。へえ、みんな動かない。あ、攻撃する11%だって。自分を犠牲する。これ自分を犠牲するわ。それはまあ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 。まあね。わかるよ。でも俺ゲームオーバーの怖さ知ってるから。なんかその、何?スタッフロールまで待ちたいというか、そう。スタッフロールまで俺は待ちたいから、できるだけ長くやりたいんだよ。少なくともこの動画においては、そんな、なんていうの?何周も何周もする予定はないから、自分で裏でやることはあると思うけど、動画上はやっぱね、できるだけ長くお届けしたいなということで、やっぱ死なない選択肢をね、俺は選んでるから。まあでもね、死なない選択肢がある意味俺の選択肢でもあるから、別にそんななんか、繕ってるわけじゃないんだよ。あ、この後。ノースと恋人のまま終わりたいわ。アマンダ。アマンダあいつ死んでたんだよな、前回見たとき。死亡って出てたんだよな、2020何年の。2月の何日かって。だからアマンダこれどうなってんだ?アマンダって誰なんだ一体。アマンダ。でも伝えられてるかもな、あいつから。あいつから。名前なんだっけ?コナー変異してますよって言われてそう、なんか。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしていまああ、す。まあ、リンクしてるんだもんな、イベント人間が。は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。開いてない。カムスキーなら何か知っているかと。開いてない。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたはは?聞かないことを選んだ。バレてる。まつめたく。カムスキーはからかっていたんですよ。何も知らなかったんでしょコナーシリーズ まあ、カムスキー、多分これ全部聞けるとな思ぜう。カムスキーは辞職したんです。一体何が。昔の話です。捜査には関係のないこと。アマンダ教えてよ。コナーシリーズ。私は固有モデルではなかった。コナーは何人いるんです。それが一体捜査に何の関係があるというアのでマすンダか。何お前。写真。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。めっちゃ下がんじ失ゃんアマン望するダ。のではなく、ここ最近何か変わったことはありませええー、んじでゃあし俺た答か。え言えばよかったかな。疑問や葛藤を感じたことは、変異体アンダーソン警部補に対して感情を抱いたのですか。いいえ。何がおっしゃりたいんですか。私に感情などありえない。ああ、でもぽいそぽいうでぽいしょう。ぽい。この答えぽいまさわ。か私が変異したとでも。いいえ。アマンダ。そんなことは思ってない。めっちゃ上がった。アマンダめっちゃ上がった今。初めて見たあの上がり方。ニョイーンって言ったもんね今。捜査は終わりだ。FBI が引き継ぐ。何?手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。まあまあ国確かの安に全に関わる問題だ。ね。武ふざ力けんな、的なと今こさはら手ね。を引けたと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まっまあそう言たわくれてもしハゃあンないク、わ。一体どうしたんだ。急に必死だ喜ぼうもんと思っな。てたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。ジェフリー?私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。ジェフアリー。ンドロイドは送り返しておくよ。コナー?悪いな、ハンク。諦めてくれ。え、バイバイすんの、ハンクと。やだー。ハンク。あ、ルート。ハンク。俺、ハンクと、まだ 一緒に過ごしたいのに。ハンク。ハンク、おい、もう終わりなのか、俺たちの。し、俺たちはいつでも二人で一つだった。修二とアキラ、内戦。所長の言う通り、みんなアンドロイドの反乱に怯えている。内戦寸前なんですよ。それ言わなくていいよ。
でサイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。何が。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。間違いはない。何間違いないって。間違っているはずがありません。ああ、そういうこと。やめてよ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃないって。創造主に歯向かうなどあってはそう、違う。コーナー違うって。アンドロイドを撃つの拒んだが、自分を重ねちまったのか。違う。ハンク違うってやり直させて。やり直させて。人間らしさってやつだよ。ハンク。決意。違います、警部。論理的に判断を下したに過ぎません。それだけです。友情だね、友情って。友情。これはプログラムにはない言葉ですが、でもあなたと組めて本当によかった。ハンク。コナ。一緒にいられたなら。コナの顔が。友人にもなれたでしょう。幸せじゃん。おっとこりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。ああ。AI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ、うん、いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください。コナー必死だな。時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがある、うん、それ知りたい。俺も知りたい。いいか、コナー、事件を解決しなければ私は廃棄されてしまう。必死だね、保守的に。お願いします。5分で出るの。5分で出たらそれは俺らがミスってるよ。俺の机に地下室の鍵がある。さっさと行け。時間稼ぎも限度があるんだ。ハンク？ハンク？じゃあハンク。パーキンス、うちの店でやる。どっちよ、どっち？あっちか。走れない。ハンク、ハンク、ハンク、ごめんな、ハンク。お前に話しかけてんだよ。どこに行く。ここじゃお前はもう用なしだって理解できねえ。おい、てめえに聞いてんだ。やばい、なんかハンクとコナーのなんか見れるんじゃないこれ。何がわかんの。でも俺も時間そんなにやれないけど。ハンクのパスワード、ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは1、3、4、5、6。誕生日。そんなわけないだろ。ごめんで。じゃハンクらしくない。これか。おお、当たった。あ、変異体か。今までの変異体リストだ。どこなんだ。これ逆にここ俺この服が怪しいと思う。逆に。時間がない。急いで見つけないと。違う。バカ。あ、マーカス。見つけたい。ジェリコ見つけたい。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもり。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。いや待って待って、バカ。時間の無駄だって。マーカス、何、どこに隠れているんだ。バカ、それ何それ。今までずっと思ってたじゃんそんなこと。ん、何これ。日記って、あ、日記いけるんじゃない。日記いけそう。 RNA じゃないの。だから日記解読しなきゃ役に立たない。あー、そっか。ちょっと待ってよ。エイダーリーダースピーチ解読キーが必要。誰だ。
誰だこれ。でこれ全部全員調べられるんじゃないの、割と。マーカスと一緒に放送局をハッキングした兵隊か。兵隊の隠れ場所を知っているはずだ。いやこいつは知らないと思う。いやこれこいつは知らないと思う絶対。見れるね、こいつは知らないと思う。俺は所有者を殺したアンドロイド。あー、あいつか。あの再起動不能って書いてるわこいつ。そっか、こいつはあれか。エデンクラブにいた2体のアンドロイド。そうだね、ジェリコに向かっていたはずなら道を。確かに、それは確かに。あ、不能だって。いや、これはいけるんじゃない、こいつらじゃない、多分これだと思う。できる。あ、こいついけるんじゃないか。ただこいつあれなんだよな、俺と敵対してるからな、あんまりできればできればあんまり。あ、最初のやつじゃん。あ、でもそこ、こいつも変異してるのか。いや、これ青髪だと思う俺は。 6755W5 枚か。いや、こいつはいけるんじゃないか。久しぶり。久しぶり。取引をする。彼女は近くにいる。連れてってやってもいい。でもその前に僕にジェリコの場所を教えてくれないか。いいぞ、いいよ。あんたはあの時の。まあそうなるよな。全部関わってるもんだって。自由になれたはずなのに。なのに。あんたが殺した。シャットダウンして。いやいやいや、ごめんて、ごめんてってのもおかしいけど。彼女を騙す？何、彼女を騙すって。アンドロイドかジェイコの指揮をする。彼女を騙すって何？え、首が取り合わせそう。行ってみようか、行ってみようか、行ってみようかとしてみようか、行ってみようかと。外したな。どうすんの？え、どうすんの？それでどうすんの？それでどうすんの？逆効果じゃない？騙せんの？そんなちょろいの？そんなちょろい？一緒に逃げましょう。あ、言うんじゃない、言うんじゃない。言いそう、言いそう、言いそう、言いそう。約束よ。いえいえいえ、言いそう、言いそう。ジェリコの場所を教えて。コナだー、バーカ。どうなってるの？トレイシー、トレイシー。わいいね、コナー。初めて見た時からずっとこうしたいと思ってたんだよ。それはめんどくさいな。ギャビン、僕なら変異体を止められるんだぞ。外されたんだろ？これで永久におさらばだな。危ない。いや、これ勝てるぞ。勝てる、勝てる、これ勝てる。集中しろ、集中しろ。簡単だ、これ簡単だ。あの、後ろが暗いから分かるわ。後ろが暗いから分かりやすい。気絶させるよ、気絶がいい。あ、気絶した。一体何があった？髪回
わってる奴がいるみたいですね。くそ、警報鳴らせ、急げ。え、バレないの？お、いいんじゃないのこれ。猟犬、いいんじゃないのこれ。戦い負けるもあるんだ。あとここ多分コナー死ぬな。来たな。でもとりあえず今回ちょっと早いけど終わろうかな。多分キリ悪いもんね、次始めたら。じゃあちょっと、じゃあ今回ちょっと早いけどこれで終わるわ。じゃあまあ、あざした。